たします。千畳敷海岸は江戸時代の地震により海底が隆起してできた岩浜で、その昔津軽の殿様が千畳の畳を敷き宴会を開いたといわれる岩棚が続いております。青森県出身の作家太宰治の文学碑もございます。千畳敷では14分と停車いたします。どうぞ海岸での民散策をお楽しみください。発車3分前に汽笛を鳴らしますので列車までお戻りください。千畳敷16時13分の発車です。千畳敷16時13分の発車です。千畳敷には14分